日本千葉県長生群六沢町明楽寺明楽寺は千葉県長生群六沢町の大技。郵便番号 299-4424? 西から北はさぬき、東は大神、南東は泉市、小木原、南は大滝町下大滝、南西は大滝町小泥に隣接している。江戸期は明楽寺村であり、和ず国泉郡のうち、 カ佐国村高町では、幕府と旗元野瀬市、山下市の IQ。休校給料では、クルリハンと旗元野瀬市、山下市、伊藤市の IQ。村高は、文禄三年、石高里市町三百十五国、元禄五町六百三十二国、天保五町、休校給料ともに六百三十三国余り。カ佐国村高町では約数百三十八 当村は、大滝城下に通じる街道にあたり、馬継ぎ場であった。大滝城下へ抜ける道が謙遜なため駒返しと呼ばれていた。神社は、日吉神社。同社は、山王権源とも呼ばれ、酒造り、害虫駆除の神として信仰されてきた。寺院は、天台宗明楽寺、日蓮宗本明寺。明楽寺は、歌唱玄関に創建され、当初、 明キ寺と称していたが、元気年間に陛下に焼かれて、元七年間に再興、病楽寺に解消したという。同時の大日如来座像は、平安末期の作、明治6年千葉県に所属。同年病楽寺小学校を、医師、村杉守県方に設立したが、同12年代上小学校に合併。同18年単別338丁三単、あまり。 明治22年随、沢村の大技となる。2017年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ありがとうございます。